こんにちは。国語の時間です。では早速問題。次の文章の例えばという接続詞の後に当てはまる正しいものはどれ？例えばという言葉は前の単語を具体的に示す接続詞です。美しいバラやか弱い娘は四角ではないので2の真新しい消しゴムとなります。ひろし、および私は付き合って丸5年、その上私は早く幸せになりたい、かつそれ相応の年齢ね。つまりほら言いなさいよひろしね、要するにほら言いなさいってば、とどのつまりが、ところでとか言ってんじゃねえ。